君への旅物語。桜作編、田園調布編。歌うたい、福原君江です。桜の時期も終わりを迎えました。もっと見に行きたかったなぁという気持ちを込めて、今回の動画では田園調布の桜スポットとその付近の素敵なお店を紹介いたします。さて、やってまいりました。こちらは玉川台公園。シン・ゴジラの撮影現場にもなった公園です。今回はこちらの桜を見に来ました。昨年初めてこの桜スポットを見つけました。少し歩くと景色が開けた場所が。さて、こちらでお弁当を食べましょう。本日はイーズマートさんのビビンバ。お弁当を食べてる時に桜吹雪が、ああ、まるで雪のよう。こちらでパシャリ。ああ、いいお天気でよかった。さて、腹ごしらえもしましたし、メインの桜スポットを歩きましょう。大画面でご覧くださいませ。桜が風に揺れております。こちらでもパシャリ。ああ、桜を堪能いたしました。玉川台公園を後にして田園調布駅へ向かいます。ありがとう、玉川台公園。また来年。道を歩いているとレモンの木が。田園調布駅へ向かう途中にも公園を発見。亀さんも集まってまいりました。公園内には小川が流れておりました。のどか。公園を抜けて着きました、田園調布駅前。駅前にも見事な桜が。満開でしたのでパシャリ。ふと横を見るといい感じのカフェ発見。ちょっとしたランチも食べれるペリカンコーヒーというカフェでした。店内はこんな雰囲気。
コーヒーも本格的なものが飲めます。ランチはこんな感じ。これはミートドリア。肉肉しい美味しいドリアでした。カプチーノも美味しい。店内には蔵がありました。昔の蔵を改築したお店のようです。わあ、楽しかった。たっぷりと桜と美味しいランチを堪能いたしました。桜作編、田園調布編はここまで。ほんのひとときの儚い桜の咲く時期よ。今年も楽しむことができました。次回は長野県東御市の遠征ライブの旅動画になります。東御市のおすすめスポットや特産物、ライブ会場の様子もお知らせしていきます。次回もぜひご覧いただけましたら幸いです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。